はい、和太鼓集川柳です。本日はミドリフェスタ2021お呼びいただきましてありがとうございます。私ども和太鼓集川柳はですね、2011年に名古屋市緑区を中心に発足させていただきました。当時は学生中心で活動していたんですけれども、もう9年も経ちまして、学生が大人へ、本当に中学生だった子が今大学生になったっていう形でですね、なんとかさせていただいております。今このご時世でなかなか演奏させていただく機会がない中でですね、こういったご機会をいただきまして本日は本当にありがとうございます。短い時間ではございますが、私ども演奏をお聴きください。